先は先制のチャンスだったんですが、センターフライ。おーすなー、大きな打球になった。センターおーすな、やっぱロッテの選手とは違えな。ロッテで育った選手とは違う。やっぱ優勝経験ある新外国人は違えわ。これが違うわ。やっぱヤクルトスワローズさんすわ。優勝経験がないロッテの選手たちはもう縮こまってるもん。なんかプレッシャーにさ潰されてるもん。やっぱり、やっぱ違えわ。一回優勝してるヤクルトさんのオスナは違えわ。林くんフォアボールもあるからね、落ち着けよ。いい、やっぱ欲張らない大事だな。いい、完全なミート型だったら普通に考えればやっぱ三振狙いって発想にはならないから。いやでもこの回刺さってるもんな。そうだな、よかった。そうだよな、そっちだよな。うん、この回刺さってる理論だよな。わかるわかる。よかったよかった、何試合もやってて。わかるねー。まあ別にね、形はどうであれば勝てばいい。お、いいんですか。ありがとうございます、嬉しい。やっぱ押し出しが一番。オリックスなんかやだわ。なんか調子乗ったいか。楽天に今季勝ち越し。悪いことではない。お前らも強くなったな。そんなこと言うチームじゃなかったのに。ああ。岩崎、まあ、しゃあないな。珍しく山口と安田のツーベースとかで本当のロッテだ。うわあ、でも同点で迎えた10回か。じゃあしゃあないか。ああ、刑事も抑えてるな。完全セリーグだ。恥ずかしい。完全セリーグが実現した。あ、結構投げてるな。3.84 だと結構投げてそうだな。ああ、なんだこの使われ方雑だな。中継ぎで使ったり先発で使ったり雑な使われ方されたような石垣。変わるんかい、嘘だろう。え、何この西垣君に勝ちは絶対つけないスタイル、クソかわいそうなんだけど。それでいいんですか、石井和久さんは。何をモチベーションに西垣君は頑張るの。そんな球数とスタミナ切れだったのかな。こんなせめて3回で変えてやれよ。じゃあなんで4回まで投げさせて5回で変えんの。性格悪すぎるだろう。まあ加藤なんかもう打たせて取れ。いやそっちじゃ意味ないんだよ。いや怪しいけどね。ちょ、高部ももうちょっとアピールして、リプレイ検証いけたかもよ。アピールしなきゃ、見せてみろ。叩きつけて、あ、いい叩きつけね。猿投げました。セーフじゃないかこれ。おい、ちょっと、んー、いい組み立てだったと思いますね。リプレイ検証できないのかこのゲームは。まあゲームでリプレイ検証できるってちょっとどうかなと思うけど。一定確率で誤審することになるからな。それはそれでどうなんだって思うけど。何これ、山田三失点と役割果たせず。お、オリックス負けたんかと思ったら山田が今季初勝利って、なんだこれは。役割果たせてないやつがなんで今季初勝利してんのは。何対何で勝ったんだよ。じゃあ全然負けんやんこいつら。なんなん。強すぎるマジでオリックス。いや、俺らも相当強いけど、強すぎるだろ、マジで。でも絶好調で、まあ、ちょっと多分、プラス5かプラス10かにはなるから、清宮は多分、実質2位と E ぐらいなってんだよな。だから、まあ、監督が見てる元ならね、多分、彼ら打ってくれると思うんで、4番清宮、交互期待、行きましょう。おお、よく見たな。こいつら、なんで、待て待て待て。
舐めすぎちゃなんだ清宮安田って。目が覚めたわ。対左 F。びっくりしたわ、ミート F 二人続いて。3番、4番で。なんだこれ。目覚めたわ。なんだ安田清宮が。やっぱ3番安田で4番清宮だな。なんだ。目覚めたわ。バカじゃん。普通に。変なやつに催眠かけられてたな、これ。おお、欲張るな、こいつは。ほんと欲張る。固執するな、自分の過去の栄光に。一塁打は何がかっこ悪いん？なあ。ホームラン何がかっこいいんですか？一塁打でいいやん。ヒットでいいじゃん。三振を取りました。イチローってかっこいいじゃん。そこじゃねえの。なんで欲張っちゃうの？ダウイチロークラスが、相手の守備位置とか見て、セーフティーバント試みたりとかさ、そんな工夫してさ、頑張って生き残ってんのにさ、なぜ清宮がフリーバッティング許されると思う？いいね。打撃スタイルチームっていいね。いい言葉。調子長期変なんだこれ。なんだこれ、長期的に変動しやすいってなんだこれ。日本語がわからないんだけど、長期的に変動しやすい。長期的に変動しやすいだったら、逆がその短期的に変動しやすいだったら、やっぱあれだろ、細かく変わるだけど、まあ要するにだから、同じ調子をずっと引きずるってことなのかな。良くも悪くも。これ、リアルだったらクソ熱いんだけどな。ホット神戸の試合14時で、俺らマリンが18時だから、この14時から始まるこのオリックス楽天戦でオリックスが負けて、この18時からの千葉ロッテ対日本ハムが始まったらもうこれクソ熱いのに試合としては。ファンの熱気がもうとんでもないのに、もう俺はこの、もうこの、ってか、待て、後ろもう夜になってんだから結果わかるだろう、おい。18時からマリンで試合があって先発佐々木朗希。野手は誰も欠けてない。ピッチャーも万全。中杉調子がいい。こんなんもう、とてつもなくいい日なのに、オリックス勝つんだろうな。オースティン。おっとっとだね。よくないな。よくないな。オースティンもちゃんと三塁まで行く。やっぱその意識ね。やっぱり。よくないな。そこがやっぱ順位が現れてるんじゃないですか。やっぱそういうとこやっぱ出るんだよな。結局上位にいるチームと、あくまでゲームの話ですよ。ゲームの話で、上位にいるチームと下位にいるチームの差でね、出ちゃうわけよ。見せてやるよ。ご自慢の中継ぎ陣をよ。もう7回ですか。そうですか。福ちゃん、行ってやりなさい。まずあなたの出番だ。岩崎さん、行ってやってください。8回の男。福岩崎マクガフ。FIM。かっけえ。FIM っつったらかっこいいな。行ってやってください。岩崎さん。マクガフ。まあちょっと増田がね、FA で。日本ハムに行っちゃったから、契約切れになったお前をね、今シーズン始まる前に、まあ取ったわけなんですけど、今シーズン抑えとして、一生懸命頑張ってくれて、ありがとうね、マッカフ。めちゃくちゃ雨降ってるやん。やめようぜ。めちゃくちゃ雨降ってるやん。やめようや。もうファンも喜んでるけどさ、アドレナリンが出てるってやつか。あ、やめようぜ、雨の日の優勝胴上げ。風邪ひくってお前ら。素晴らしい。今日は優勝瞬間を一目見ようと、球場には多くの人が詰めかけました。本日の成長報告です。もうちょっと語れよ。なんか優勝できておめでとうございますぐらい言ってもいいじゃん。まあ、駆けつけましただけじゃさ、ちょっとなんか利益考えすぎててやだわ。優勝できましたね、おめでとうございますみたいな。その一言があるだけでいいのに。
もうこれはもう私完全主観、千葉ロッテファンが見たい、5年後の千葉ロッテ特殊オーダー行きましょう。まあ、多分1番高部で2番和田くんで3番藤原、4番山口、5番安田、6番西川、これでしょう。石川くん見せてみなさい。初球打ち、これはどうか初球打ちってそんなテンション高く言える？バッターは7番に入っている加藤。めちゃくちゃテンション高いね実況。初球打ちって言わんでもいいだろ別に。あんまテンション高上がるワードじゃないだろ初球打ちって。初打席だ。プロスピーご自慢のルーキー。なんかかっけえ。なんか打ちそう。ちょっと打ちそうなんだけど。なんかできそうこの子。ちょっと待って。なんかレガースの感じとかが違う。構えもちょっと大人だもん。リストバンドもつけてるし。待ってヒコちゃん。いやヒコニャン。ヒコニャン待ってヒコニャン。ちょっとこれあるな、やっぱ構えが違うもん正直。なんかこれヒコニャンだったのか、まさか使うべき選手は。